ランダムではな、いいか。これは、うん、違うな。窓がある。でも小さくてここからは出られな。結構大きく見えるけど。もう太陽が高い。そうか。まあ、レオさんだったら、頭突っかかっちゃって入んないかもしれないからね。鍵が開いた。ここは？早くお家に帰ってきなさい。最近は物騒だから。一人で外に出ちゃダメよ。大きな人が連れ去りに来るわよ。ラジオ、壊れてるんでしょうか？ラジオ。ああ、これか。棚の上のポニョ。鍵盤を見つけた。おう、鍵盤。オリハ、ヒント、正しく並べるんだよ。正しい順番？私はオリハだよ。ああ、わかった。え、どういうことですか？いや、別に単純だぞ。お前がわからないのは仕方ないが。正しく並べるんだよ。私はオリハだよ。オリハのおかげ。オリハと？正しく並べる。月の積み木を持った。積み木を置いた。ハサミを持った。ハサミを？あ、キャンセルで持っていける。持って、ハサミを置く。なんのこっちゃ。ろうそくを持った。ろうそく、積み木と交換。とりあえず全部持っていくか？いけるよね、多分。オリハくん、オリハちゃん？この子も持っては無理か。正しい順番？一つ足んなかったよね、っていうか。あれ、これ。なんだ？いえ、なんでも。サーカス。ボールの中にサーカスのチラシが混ざっていた。なんでこんなところにあるんだろう。ボールの中に、いや、チラシがあっても別に不思議はないんだけど、もう一回遊ぼう。隠れるから部屋の外で待ってて。隠れんぼ？隠れんぼがしたいの？え、今どこで話してんの？まあいいか。いや、よくないけどね。何してるの？悲しい話だったから続きを書いてみてるの。本に落書きしちゃダメだよ。だってこの話つまらないんだもん。でも読めなくなっちゃうから。怒らしちゃったみたい。ああ、絵本。でも続きを自分で書くっていうのはなかなかすごいことだと思うけどな。サーカスへ行くの？サーカス楽しみ。絵本で見たサーカスと同じかな。きっともっと楽しいよ。本当？楽しみ。サーカスっていうのがどういう立ち位置なんだろう、このゲームにおいて。レオさんずっと斧持ってるから、本当にこう。あ、あれ？開かない。え、ここ、どこっすか？上から岩、落ちてきたりとか、しませんかね？どうした？中に入らないのか？なんでもないです。ありがとうございます。さっきのは何だったんだろう？え、いやマジで何なの？これ大丈夫。ああ、大丈夫。そして、今なんか、うごめいたね。また見つかった。もう一回。もう一回、やろうってか。これ何？どんどん、異世界に、またそこかい？もう一回やろう。次で最後。オッケー。次も見つけてやら。今すいません。郵便物届いたんで少しだけ時間経っています。今、ここ？楽しかったね。これあげる。白い絵本もあった。白い絵本をもらった。絵本。何も書かれていない。ほう。
ねえねえ、ちょっと見てほしいんだけど、ハウスの内側になんか変な落書きがあるんだ。クレヨン持ってるジュリアが描いたのかと思ったんだけど、違うみたい。え？ハウスの内側？僕はこの目を見たことがある。なんだ、ただの落書きか。びっくりした。え、それで済ますの？いや、この子も大概だな。ゆうくん？ゆうちゃん？何が書いてあったんだ？ただの落書きでした。無駄な手間だったな。サーカスよりかくれんぼがしたいな。もう一回しようよ。でももう隠れる場所全部知っちゃったよ。残念。そうだね、残念だね。ねえ、その絵本が気に入らなかったんなら、これに別の話を書いてみるのはどう？白い絵本を渡した。絵本をもらった。トレード、喜んでくれたみたい。お礼にあげる。クレヨン？ありがとう。黄色か。クレヨン、な、海の絵描けるか。海の絵？いいよ。はい、どうかな？ああ、これでいい。褒めてくれないのね。お？どうした？レオさん。意外だな、絵描いてもらいたいなんて。しかも海か。あなたもサーカスへ行くの？サーカス楽しみ。これは、さっきと会話一緒か。ほう、クレヨン、黄色のクレヨン。海の絵。ジュリアが落書きした絵本。この絵本は何に使う？正しく並べる。そう、これがわかんねえんだよ。正しく並べる、これ椅子の上にだよね。折り、は、はさみ、み、み、み。水、み、み、しりとりじゃないか。え、話を聞いてくれなかった？おやつと紅茶？クッキーならあるけど。え、あげるなんて、私損じゃない。これか。あ、レオさん、勝手に持っていくのは。え、リオさんほんと持ってったの？うわぁ、この人手なし。マジか、それはやっちゃダメだろう。クッキー。缶に入ったクッキー。レオさんはまあ、優しくはなさそうだけど。おい、ピエロ、子供の、いやまあ、人形たちが子供かどうかわかんないけど、夢というかそういうの壊しちゃダメでしょう。あげていいのかな？いや、なんかもうちょっと別枠で。手に入ったかもしれないもん。とりあえずいっか。あげちゃおう。お茶を入れましょう。テーブルに置いた。クッキーだ。わ、これどこにあったの？リリーが持ってたんだけど。リリーお姉ちゃんがくれたの？違う。強奪してきたんだよ。じゃあこれリリーお姉ちゃんにお礼にあげる。綺麗なネックレスだね。リリーお姉ちゃんに届けてくれる？わかった。渡しておくね。セシリアを姫様にする。セシリアを姫様にするかな。じゃあ、エミリーは友達のお姫様。サンディは羊ね。王子様じゃないの？話に夢中になってしまいましたね。もう話はできなさそうです。警察だ。手を挙げろ。わあ。わあ、あんまりかっこよくない。もっと怖い感じで言わないと。難しいよ。へ、警察なんかに捕まるもんか。バーン。わあ、やられちゃった。小道具なしでもおままごとやるのか。俺らが準備する必要はなかったんじゃないか。まあいいじゃないですか。
あれ、お姫様どこに行ったの、羊とか。まあいいか。とりあえず賄賂というかネックレスをもらったので、これでなんとか一つ許していただけないでしょうか、お嬢様。わあ、綺麗。いいわ、許してあげる。おお、よかった。じゃあこれが私からの最後の特別品だよ。2階の奥の物置にはもう行ったかしら。そこの隅の天井を見て、屋根裏部屋に行けるわ。お？奥の物置、奥の物置ってどこだ？ 2 階だから、ここと、溶けなった部屋と、その、あ、その奥か。あの、ピアノがあったとこだね、ちっちゃな。こう、扉を開けるたびに奴が、ベトベトンがいるんじゃないかなって、ちょっと怖いんだよね。隅ってどこだ？あ、よく見たら本当に上に続いてる。はしごを下ろせたら上へ行けそうですね。おう、これで、なんかいる、ちっこいピエロ、襲いかかっては来ないか。お、なんだかぴょんと跳ねた。カラフルなボールが入っている。ボール、新聞の切り抜きが混じってる。目撃情報を求む、サンディ、エミリー、セシリア、ジェットストリームアタックをかけるぞ。え、三人の子供たちはいつも一緒に遊んでいた。行方不明当日も三人でどこかへ出かけていた。よく遊んでいる公園には来ていなかったという証言があり、彼らがどこで連れ去られたのかすら判明していない。子供とはいえ三人を同時に誰にも目撃されず連れ去ることは可能なのか。複数人の犯行もしくは事故に巻き込まれたと筆者は推測する。ダイニングにいた子たちと何か関係があるのかな。人形にされた？不思議な力で。だってこんな大人、レオさんとかですら誘拐するんだもんね。ここのなんだ、大きいやつ。君は動けるんだね、小さいピエロ。あ、これもらっていいの？チケットをもらった。もしかして喋れないのかな？おお、喋れないけど、ぴょんぴょこぴょんぴょこ跳ねて、なかなか可愛らしいじゃないの。チケットもらったな。カラフルなボールが入っている。チケットは、あ、やっぱサーカスのチケットか。これで、とにかく入れる。まだ鍵盤が全部集まってないんだよね。あと、並び替えのところもまだ謎が解けてない。チケットは、あ、まだキャンセルはできる。とりあえずセーブだけしておこうか。うん、とてもいいセーブだね。じゃあ入れて入りましょうか。ようこそ、サーカスへ、ルーサー。敗北者。チケット確認します。ありがとうございました。どうぞって言いたいところなんだけど。まだショーが始められないんだ。他のお客さんがまだ揃ってなくてね。みんな歩けないからさ。連れてきてくれない？ショーが終わったら新しいヒントをあげるよ。ああ、動けない、みんな運んできてあげて。ああ、そういうことね。でもさっきかくれんぼしてた子とかさ、普通に移動してたよね。わかった、連れてってくれる？お、一気に4体。これは、アイテムに入ってるわけでもなくない？お、久々に来ましたね。手慣れたもんだぜ。よしよし、これをちょっとずつじゃ置いていくのか。あれ？あ、違う、周りの風船のところに座ってんだ。物を言わぬ人形たち。またかい。こいつは、どこに行くんだ？リリーも行くかい？ああ、サーカスには行く。下に行くと大丈夫。ここのみんなは？
わかった、行くよ。ああ、謎解きは後回しにしてくれるのかな。ダニエルとジュリアも OK。あとは、ダイニングにいる子たちは、サーカス、行こう。行こう。さっきの切り抜きの話とかって、特には何も言わんのか。まだいたっけ？多分これで最後だよな。セーブはいい。多分いない。よし、オッケー。たらもう一回セーブをして。これで全員か。連れてきてくれたんだね。ありがとう。それじゃあショーを始めよう。ようこそサーカスへ。見ててね。ジャグリング、ボールがナイフに。地味だけど、一応ジャグリングはしてるのか。はい。ありがとう、上手でしょ。教えてもらっていっぱい練習したんだよ。いっぱい練習したんだ。そろそろ次に行こうか。お次はおもちゃのヒーローだよ。見事なパントマイム。あれ、目が回っちゃったみたいだね。レオさん待って。レオさん、なんで急にこんなこと。先にちゃんと言葉で言った方がいいと思います。それでおしまい？レオさん、何考えてんの？あなた。みんな、怯えちゃって。どういうこと？お引き取りくださいみたいな、あれ。そりゃそうだよな。斧持ったこんな大男に襲われたら、そりゃビビるわな。誰だってビビるわ。レオさん。なんだ？どうして人形たちの話を聞こうとしないんですか？聞いたって入れないぞ。出れないぞか。入っちゃダメだな。でもヒント教えてくれるじゃないですか。それなら答えを教えればいい。なんでわざわざ邪魔をするんだ。話し合うのは無駄だ。どうして？お前にはわからない。だったら僕は分からないことのために動けません。どういうことだ？僕にはどっちが正しいか分からないからです。それならちゃんと話してくれる方がまだいい。あいつたちは、僕はもうレオさんの言うことなんか聞きません。そう。嘘つき。今のキツツキって何のこと？レオさんが嘘ついてるの？それとも、ユウくんが嘘をついてるの？わからないことだらけだな。お帰り。やっと、おっと、これはまずいんじゃないか。やっとって、何を言ってるの？僕たちは、誰も知らない場所で死んだ。僕たちは何もできなかった。みんな動けなくなるまでひどいことをされて死んだ。今もできることはあまりない。それで僕たちは君にお願いがある。僕がここに連れてこられたのはそのため？もしかして君たちは行方不明になってた子供？ラジオや新聞で聞いたことがある。数年前から犯人も死体も見つからない事件が続いてるって。
人形やおもちゃじゃなかったんだよ。そう、僕たちはあいつを許せない。その気持ちが強すぎて天国に行けずここに来てしまう。でも怖くて何もできない。どうせどうにかできる力もないけど、君ならできるよね。あいつって僕は何をすればいいの？本当は分かってるよね。もう僕たちを見捨てないで、お願いだ。おほう？おお？あれ、キッチンのメモ見なかった？探してきてほしいものがあったんだけど。いや、そんなこと言われたって。話マジでちんぷんかんぷんなんだけど。君とあいつを一度引き離したいのだけど、うまくいかない。どうしてあいつは君についてくるんだ？どうにか一人になれないか？僕は2階の部屋で待ってるよ。あ、チケットの裏。これか。君に持ってきてほしいものがある。遊んでいる3人のお願いを聞いてれば、見つけられるはずだ。遊んでる三人って、あれか？おままごとしてた方？それとも子供部屋にいた方？いや、子供部屋にいた方は確かに、あれだ、並び替えてねっていうのは、オルファ、オルハ、オルファカッターだね。は、わかんなかったもんな。そっか、あれ無視して連れてきちゃったな、サーカスに。早くお家に帰ってきなさい。最近は物騒だから一人で外に出ちゃダメだよ。結構ってか後半全然埋まってねえな。チラシは特になし。これは切り抜き、目。僕はこの目を見たことがある。絵本、サーカスがやってきた。みんな楽しみ。あの子はお家でお留守番。でも大丈夫、お家はとっても騒がしい。真っ赤になったお家はサーカスの派手なテントみたい。真っ赤になったお家？あの子だけになったお家。もう怖い声は聞こえなくなりました。でもあの子はもうお家には帰れません。あの子は家を出て行きました。もう帰ってくることはありません。もう帰ることはできません。いなくなっちゃえばいいのに。なんのこっちゃ。これはさっきのか。全然埋まってねえ。全然埋まってねえ。だから、ストーリーがわかんねえのか？大きくて悪いやつ。誰だ？あははは。廊下にいる大きなお化けは違うのかな？違うよ。あいつよりもっと嫌なやつ。あいつ力は強いんだけど、足が遅くて、いつもあいつに負けてる。情けないよね。いつも泣いてて気持ち悪いし、変な動きしてるし、みんな嫌いだって言ってるけど、一番悪いやつはもっともっと嫌なやつだよ。なんのこっちゃ、そんなやついたか。やった、やった、うまくいった。あなたが一人になるのを待ってたんだよ。それで鍵を隠したりしてたんだ。助けてくれるんだよね。助けてって、いや、まあ、助けてあげたいはあげたいんだけど、レオさんを引き離した理由っていうのがよくわからないんだよな。やっぱレオさんがなんか知ってんのかね。どうして鍵を閉めたんですか？レオさん。人形たち、ちゃんと話してくれましたよ。でも何のことを言ってるのか、わからなくて。レオさんも、一緒に話を聞いてくれませんか？あいつらが何を話したのかは、知らないが。何もしなくても、朝になればここからは出られる。どういうことですか？全く意味がわからないです。おやすみ。そろそろ朝になる。もう寝ろ。まだ日が高い。レオさん。
お前は、俺とはあまり似てないな。ユウ。お前はお前らしいまま、変わらないでいい。ずっと、幸せのままで。気づけば僕は自分の部屋にいた。レオさん？でも、レオさんはいなくなっていた。ユウ、おはよう。おはようございます。ピエロの演技は、もう慣れたか？はい。まだ少し緊張しますけど。急にレオがいなくなるなんてな。苦労をかけてすまないね。そろそろ時間だな。ユウ、よろしく頼むよ。任せてください。サーカスといえば、ピエロですから。珍しさでは、私には負けますけど。きっと僕に会えることを楽しみにしてくれてる人がいる。頑張らないと。団長、俺はレオさんみたいに上手にやれてますか？ああ、立派になったよ。よかった。それじゃあ、行ってきます。レオみたいに、か。レオとは、全く似てないが、何も知らない方が、幸せだろうな。